皆様おはようございます。3月の12日午前9時52分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日土曜日の第1部の配信を行っていきたいと思いますけれども、皆様昨日はでございますね、私1部と2部をね、ちょっと急部させていただいた次第でございます。これは、もうねご存知の方はたくさんいらっしゃるかなというふうに思っておる次第でございますけれども、昨日はね、あの方でございます、何か、ちょっと開かさせてください。仮想通貨業界の巨人でございます。ごめんなさいね、お前持ち上げすぎてんじゃねえぞと、モーシンさんでございます。モーシンさんとね、なんと、あちらでは、コラボをね、させていただいた次第でございます。ですから、まあ、そのね、音声の準備であるとか、そういったものがね、ちょっとこう、忙しくて、あと、普通の昼間のね、仕事もありましたので、ちょっとメンタルマネージャーとね、時間がなかなかないなという流れの中で、ちょっと昨日のね、配信はちょっとこう、お休みをさせていただいた次第でございます。で、皆様、いかがでございましたでしょうか？はい。なんとね、私、ビットマン TV が初の、シルエット出しということで、やっぱりですよ、生配信、まあ、ライブがね、インスタライブ、モーシンさんのね、インスタライブの方にお邪魔をさせていただきまして、やっぱり画角に関してもね、ちょっとずつビットマン TV も何かしらをこう、変えていきたいなというふうに、思っていた矢先の本当にお話だったんですよ。ぶっちゃけた話、昨日もインスタライブの中でモーシンさんとの話の中でね、チラッとは言っていたわけでございますけども、実はそうなんですよ。今年ちょっとこうね、シルエット出しとか、まあ、顔出してね、全顔出しじゃなくてもちょっと何かしらしたいよねーということを言っていた流れの中でのお話であったので、もうさすがにもうこれはね、これは前々から私皆様には言っておりますけれども、もう天の声だろうということで、もう神様がくれたね、まあ、いわゆるプレゼントということで、このタイミングにお前しとけというふうに言われたようにしか感じなかったわけでございます。別に私変な宗教にハマっているとかそんなことはございませんので、ここはねぜひともよろしくお願いいたします。ですから昨日ね見ていただいた方、私のねシルエットがなんだこの夜会でもね、いいですか皆様、ですね、あと一つ、こいつマジ緊張してやがんなみたいな感じでコメントをね、インスタライブの中で入れていただいた方結構いらっしゃったと思うんですけど、昨日はねちょっとほら私もやっぱり30ですよ。30、何が30かって言いますと、まず一つ目がいいですか、よくよく皆さん考えてみてくださいね。私今までさっきも言いましたね、姿出ししてなかったんですよ。でその姿出しをするという緊張感、まず一つ目。そしていいですか、コラボをするっていうことがまず初めてだったんですよ。そうです、ね、それが2つ目。そしてコラボをする方がやっぱりね、仮想通貨業界をまあある意味先頭ね今走ってらっしゃる、やっぱこうね、そんなに大きなコミュニティではないとは思うので、5万人様ぐらいの登録者様がいる方ってそう多くはないというか相当上の方だと思うんですよね。ですからね、聞こえ仮想通貨をやられている方であれば、まあ知っている、まあ有名な方ですよね。しかもそのコラボの相手がモーシンさんが、まあ一発目がねモーシンさんで、本当私もね良かったなというふうに思ってます。あの寛大な心、本当にね、私はね、もう何回も感謝してもしきれないぐらいでね、本当に良かったなというふうに思っておる次第でございます。だから、その3つが相重なりまして、だから、どの場所でもね、やっぱちょっと気を使わないといけないのがあったんで、緊張というよりも、ちょっとどういった振る舞いでいこうかなっていうのを、ちょっと考えながらね、やっていたわけでございますよ。まあ、喋りね、声を聞いていただいたら、ああ、まあ、ビットマン TV だなっていうのは分かったかなというふうに思います。はい。ですから、ここはね、まあ、認知していただければね、大変嬉しい限りでございますので、で、もしね、昨日の、そうですよ、インスタライブ、モーシンさんのね、インスタライブを、もし見逃した方がいるんであれば、こちらね、私の、ツイッターのアカウントになります。ビットマン TV、シタバー TV、ビットマン、シタバー TV でございます。はい。こちらを検索していただければ、まあ、私がね、出てくるという形になりますけれども、この中にね、まあ、私、インスタグラムは実際全然動かしてないんですよ。それこそ、モーシンさんとの、インスタライブがあるということでね、お話をいただいた流れの中で作ったので、初めて作りました。ですから、まだ何も投稿はしてないんですけど、こちらもね、動かしていければ動かしていきたいなというふうに思いますので、もしよろしければね、フォローをしていただければ、何かしらの情報発信として今後ね、使っていけるかなと。あとは、ほら、インスタライブ結構いいなと思ったんで、こっちの方でもこうね、メンタルマネージャーとライブしたりとか、あとは、昨日もね、言ってたんですけども、モーシンさんもね、もしかしたら、本当もうビットマン TV うるせえわとね、思われたかもしれませんけれども、一応ね、モーシンさんの方も、あの後話したんですよ。
プライベートで、生配信がね、ライブが終わった後に、やっぱご挨拶全然してなかったです。本当にぶっつけ本番でやったんですよ。ですから、メールではね、やり取りはしてたんですけども、実際こう姿を出して、まあ、顔、僕も全顔出ししてね、明るくして、さすがにあの状態では失礼かなと思いましたから、普通に出して、もう本当に今回ありがとうございますみたいな形でね、ご挨拶をさせていただいたわけでございますけれども、モーシンさんもね、顔を本当に出してくださいまして、本当にね、ありがとうございます、ありがとうございます。で、その流れの中でね、またまた、モーシンさん、インスタライブを毎週やってるらしいです。毎週やっているので、もし良ければね、ちょこちょこ来ていただければというね、もう大変嬉しいね、お言葉を本当にいただきましてありがとうございます。やっぱ初めはね、こうね、見た瞬間は何者だよこいつっていう形でね、思われた方もまあいたのかなと、でモーシンさんもね、大丈夫かこいつみたいな感じで多分ね、ちょっとこうね、距離を置くような感じで入ったと思うんですけれども、まあ私がね、本当に初のかシルエット出しで、やっぱりこう緊張しているっていうところもね、モーシンさんもまあ理解をしてくださいまして、で私がしている昼間の仕事、これも昨日ねモーシンさんのこのインスタライブ、ちょっと開きましょうか。これね、私がフォローしている方5名様いらっしゃるんですけども、まずちょっとモーシンさんの開きますよ。で、このモーシンさんのすごいですよね、フォロワーの方が 1.4 万人いらっしゃいます。で、ここいいですね。この再生ボタンあるじゃないですか。一番上のここで切り替えられます。こういった形で切り替えられるんですけど、この再生ボタンの今の一番左上ですね。このモーシンさんがね半分バリッと映っているやつがあると思うんですけども、これが昨日のインスタライブになります。ですからこれをね押していただければ、私が出ておりますよ。しかもね私が出ておりますので、もしねよろしければ、見逃した方はねぜひとも見ていただきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。でこの中で私がね、どういった仕事を、まあ大体こう予想ねしていた方。かなっていう方はね結構いるんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、まあ、その仕事のね内容もこの中で話しておりますから、結構ね私も聞き直したんですけれども、1時間かなりあっという間だったなというふうに思ってね、もしお暇があるならば今日明日あたりちょっとこうね、まあエンタメ系として一つはまあ見ていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で先ほども言いましたけれども、まあその終わった後にねモーシンさんとちょっとお話をさせていただきまして、ちょっとこう今年ねあと2回ぐらいね私ビタマ TV ぶっこんでいきたいなというふうに思っておりますのでね、ここはよろしくお願いしたいなというふうに思っておる次第でございます。やっぱり1回目ということでちょっと緊張感もね、まあ、ある中でのなかなかほらモーシンさんと会話らしい会話ができないところもあったんですけども、まあ私なりにねちょっとこうちょこちょこ聞きたいことも聞けて、全部じゃないですよ。ほんとねもっと深い話いろいろね今後ほんとモーシンさんともしてみたいなと、いうふうに思ってるんです。NFT の話であるとか、ほらね私ビットマン TV メタクラブ作るよというふうに言ってましたから、その終わった後のプライベートな、ご挨拶の時にはね、言ったんです。メタバースね、私やろうと思ってるんですよ、って言って。で、やる際にはね、ぜひともモーシンさんも遊びに来てくださいよ、ってね、こう言ったんですよ。で、何やるんですかとかいうふうにね、モーシンさんからも聞かれましたんで、ここのこう状況がね、いろいろ動き出したら、やっぱりね、一つ、モーシンさんとまたこうね、インスタライブで、繋いでいただいて、宣伝の方ね、していただ、冗談でございます。こちらね、ご案内の方、モーシンさんにしていただこうかなというふうに思ってる次第でございますので、よろしくお願いいたします。ですから、ちょっとタイミングが合えば、モーシンさんも、もうぜひぜひまた、遊びに来てくださいというふうに言ってくださいましたので、ちょっとねモーシンさんと話したいなと思った時は私の方からね、ちょっと次は一回目はモーシンさんからね話をやっぱりいただいたので、次はちょっと久々話しませんかみたいな形でね、ちょっと送ってみたいなと、ダイレクトメールをね送ってみたいなというふうに思っておりますので、ここはよろしくお願いします。で、あと一つ、ほらモーシンさんがねお住まいになっているところっていうのは、モーシンさんほら会社やられていらっしゃるので、そこの住所でね大体わかるかなと思いますけども、モーシンさんね香川県に住んでらっしゃるんですよね。会社のそのインターネットの方にもう会社の住所が載ってるんで、まあその付近だろうというのは分かっていたわけでございますけれども、ビットマン TV もメンタルマネージャーも、ちょっとねモーシンさんのところにね、今年ちょっとタイミング合えばね、ちょっとこう行ってみて、リアルにねお酒をちょっと飲んでみませんかみたいな形で、これは私ね言ったわけでございます。ですから、そうなった暁にはね、皆様の元に、Twitter なりそれこそインスタグラムでね、ちょっとこうモーシンさんとのツーショットみたいな感じでこうね撮っていきたいなというふうにも思っておりますので、ここはねぜひともよろしくお願いいたします。はい、ですからここね、こうフォローを私のインスタグラム含めモーシンさんのもね、フォローしていただければ大変私もね、やっぱりビットマン TV とやってよかったなというふうに思っていただけるかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。でもねそれにしてもねちょっとね話がたくさんあるんですよ。やっぱりねあちらですよ、昨日ねインスタライブの中でもモーシンさんがね言ってくださっていましたけれども、ビットマン TV の視聴者さんってすごいですよね、本当にね言っていただきましたよ。何者なんですかみたいな、それこそさっき言ったように、ライブが終わった後にプライベートで話した時もまた言ってくださいまして、こう船長って言われてるんですねって言ってね、でその船長って言われてる流れもね話をしたわけでございますよ。はい、まあ、いわゆるビットマン TV GO を作ったと、でそこで皆様と一緒に肩を組んでね行ってると、で私とメンタルマネージャーが一応ねこうね
あちらですよ、まあ、燃料補給係的な感じでというふうに言っていたわけでございますけども、ひょんなことから、視聴者様がね、船長というふうに言ってくださいまして、そこからまあ定着はしているんですよという形で、言ったわけでございます。そしたらね、本当にモーシンさんがね、なんかそうそれこそモーシンさん自体がまあこれ言っても大丈夫かなと思いますけども、インスタグラムをねやっている理由、多分昨日配信ライブの中でも多分言ってたかなと思いますけども、インスタライブをねやっている理由がやっぱほら。YouTube 自体が、こう結構まあ真面目というかね、きちっとしたところ当然そうでございますよ。ですから、そこはやっぱりこうイメージとして全然違うことをやっていくっていう上で、インスタグラムをね、やっているっていうふうに言っていらっしゃったんでございますよ。で、その中でね、キーワード的なものとして、コアなファンをね、モーシンさんが作りたいと、なんか言ってらっしゃったんですよね。コアファンでございますよ。で、そこで、やっぱりこうね、モーシンさんがね、言ってくださったのは、本当に、ビットマン TV の方々って、いや、本当すごいですよねって、本当に、それこそ、モーシンさんの方にね、ほら、ビットマン TV とコラボしてくれみたいな、お声がね、皆様、視聴者様から、届いたと。で、それも何件とかいうレベルじゃなくて、十何件とか二十件ぐらい届いたということで、これ言っていただきましたね。だから、そんなに愛されてるビットマン TV 何者なんだというところで、多分気になってね、モーシンさんも私に打診を。で、初めてらしいです。モーシンさんから、そう、それはライブの中では言ってなかったかな。その後に多分話した時に言ってたと思うんですけど、モーシンさんの方から、こう、コラボをね、ちょっとしてくれませんかっていう形で言ったのは私が初めてらしいです。本当にね、本当にありがとうで、もう皆様のね、もう、モーシンさんへのコメントが、やっぱりね、ちょっとモーシンさんの、こう、やってみようかなというね、気持ちを駆り立ててくださったこと、本当にね、ありがとうございます。本当にもう感謝してもしきれないというところで、本当にありがとうございます。ありがとうございます。嬉しかったでございます。ですから、今度はね、あちらでございます。大曲がときフィルムさん。こちら、もうね、シルエット出ししてますから、大曲がときフィルムさんね、ぶち込んでいこうかなと思っておりますので、全然畑違いじゃねえかと。だから私とメンタルマネージャー二人で、大曲がときフィルムさんの、あちら、チャンネルに出てね、怖いチャンネルでございます。大ファンなんですよ。私、ビットマン TV も。ですから、コラボしてくれませんかみたいな感じで、私の方からもね、ぶち込んでいこうかなっていうふうに思ってる次第。その時にね、皆さんもぜひとも、大曲がときフィルムさんに、ビットマン TV っていうやつが気になってるぞ、お前たちみたいな形で言っていただければね、大変嬉しい限りでございます。まあ、冗談でございますけどね、ここは私がね、ちょっと何かしらメンタルマネージャーと話し合って、やりたいなというふうに思っておりますので、ここはよろしくお願いいたします。全然ね、こう、分野としては違うところの方々とも、ちょっと絡んでもね、面白いかなと、本当に思ったんですよ。だから、ね、さっきも言いましたけども、仮想通貨業界のコミュニティってそもそもそんなに大きくないので、そういったところを含めて仮想通貨業界の YouTuber、だから一般の方々が、に受け入れられるようなね、形で言った。昨日のシルエットで、お前よそんなこと言えるなと、半分やからじゃねえかというふうにね、インスタグラム、あちら、あれですよ、テレグラムの方でもね、ちょっとだけ盛り上がってたらしいんでございますけども、あいつもやからじゃねえか、イメージと違ったみたいなね、形で、まあ、でもそのギャップがね、いいんでございましょう。よろしくお願いいたします。はい。ですから、まあ、初めてだったので、ちょっとこうね、後ろく、まあ、全体的に暗くして、ちょっとこうね、ゲーミング PC を、後ろにバックに控えた状態で、ちょっとこうね、薄暗い状態でやりましたから、もう怪しさ満点すぎるだろっていうふうにね、思った方たくさんいらっしゃると思いますけども、私は、ごくごく、ごくごく普通でございますので、ここはね、よろしくお願いいたします。まあ、昼間の仕事をね、聞いていただいたら、いや、そんな怪しいやつではないかっていうのはね、確認できるかなというふうに思いますので、ここはね、よろしくお願いしたい次第でございます。ですから、まあ、ちょっとこの話がいろいろ脱線しているわけでございますけども、先ほども言いましたようにね、仮想通貨業界、一般の方々がね、私、まあ、いわゆるビットマン TV っていうやつを、ある程度こうメンタルマネージャーとセットでね、認識していただいて、そこから、いや、そもそもビットマン TV って何やってんのメインは。あ、仮想通貨やってんだ。じゃあやってみようかなっていうね。この流れをね、私はね、本当に作りたいんですよ。いや、無理だろうって思う方いるかもしれませんけども、でも、やってみないとわかんないですし、そういった、いわゆる仮想通貨業界の発信者になりたい。だから、今までいないでしょそういう方でも、仮想通貨の、いわゆるこう、発信をしている方も仮想通貨のコミュニティの中でのっていう風になってると思いますので、私はね、そこから一歩バーンとちょっと出たいなって思ってるんで、そういった意味も含めてね、いろんな分野の方々と、ちょっとこう、話をしたりとかもしてみたいなと、ある意味、なんかその、本当にエンタメ系の仮想、まあ、当然真面目にはやりますよ。重要ニュースであるとか、チャート分析は当然真面目にまあ、私自身真面目にやっておりますから、そこはね、やっぱり真面目にやる部分、当然ありますけれども、そことはまた別でね、例えばこう、オールナイトビットマンで、他の方と、他の畑の方とね、いろいろ話をしてみたってなったら、やっぱり、その他の畑の、いわゆるね、YouTube をやられている方の視聴者様が、いわゆるビットマン TV というやつが気になって、あ、仮想通貨やってみようかな、みたいな感じでね、思うかもしれませんから、やっぱりそういったところも一つね、仮想通貨の YouTube を配信している、まあ、私側の身としては、必要なことなんじゃないかな、というふうにね、やっぱり思っております。はい、やっぱ仮想通貨をね、盛り上げるために私当然やっておりますから、そこも、かなりね、大部分を占めておりますから、当然皆様にも稼いでいただきたいですし、私も当然稼ぎたいです。お金は大好き
です。これもずーっと言い続けてますから、だってお金稼ぐために仮想通貨業界にいるんですから、うん、そういった意味で言うとね、いろんなところで、うん、手を広げてね、稼げるというところで、皆様にそういったところもまたね、いろいろ仮想通貨だけじゃなくて、共有できる部分があるんであれば、そういったこういった話聞きましたよとかね、そういったところもあるかもしれませんしね、うん、だからそこも含めてね、いろんなことをやりたいなというふうに思っておりますから、まあ、そのタイミングとして、昨日のね、冒頭に言ったことを戻りますけれども、シルエットだし良かったかなと、うん、他の方でだってね、これもしコラボするってなった場合、さすがに姿出てないとね、怪しさ本当に満点だと思いますので、シルエットだけは出すのはね、やっぱり良かったなというふうに思っている次第でございますので、本当にここは、ぜひとも見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ですから、モーシンさんのもう一回言いましょうか。このね、再生ボタンを押していただくと切り替わりますので、この一番左上、うん、ここをバッと見ていただいたら、私が出ております。よろしくお願いいたします。2回目、3回目とかになればね、かなり慣れてきて、モーシンさんとね、もうちょっとかなり深い話ができたりとかするかなというふうに思いますので、また、やる際は、私の方からね、皆様の方にご案内をいたしますから、ここはね、よろしくお願いいたします。本当にね、そこだけが気になるところ、見ていただいた皆様が楽しんでいただけたかなーってね、本当にそこだけです。一つそこだけ。うん。また見たいと思ってくれたかなーっていうね。一応メンタルマネージャーは、いや、まだ話聞きたかったもんねーっていうね、言ってくれたんですよ、私に。だから、逆に1時間ぐらいでよかったかもって、まあ、ご挨拶も兼ねてということでね。で、次、2回目、3回目とかね、こう、もしお邪魔させていただくときは、もっといろんな話がね、深い。うん。仮想通貨の話もそうですし、いろんな話ができるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ここはね、よろしくお願いいたします。で、あと一つごめんなさいね。この上から3番目、MAGTK さん。はい、この方、筋肉マンです。よろしくお願いします。見てください、この熊みたいになって。よろしくお願いします。以上でございます。はい、もしね、よろしければ、はい、ランクでね、乗っておりますから、フォローをね、していただければ、フォロワー様が今74名様いらっしゃいますので、いきなりフォロワー様が、こちら、筋肉マンのインスタグラムでございますので、フォロワー様がいきなり増えたらね、何事って多分ね、本人思うと思うんですよ。ですから、フォロワー様がいきなり急増するっていうね、この楽しみを、うん、彼にもね、味わっていただきたいなというふうに思いますので、もしよろしければ、このね、筋肉マンもフォローしていただければ、大変、言われてないです。全然言われてないんですけど、大変嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。はい。このね、クマみたいな手を見ていただいて、癒されてほしいなというふうに思っておりますので、ここはね、よろしくお願いします。で、先ほどね、筋肉マンにも、うん、連絡したんですよ。電話でね、連絡したら、見たよというふうに言っていただきましてね。で、それこそ昨日のインスタライブの方には、入ってくださってたんですよ。この TK さん、はい、筋肉マンでございますから、OK でございましょうか。ですから、本当にね、よかったよって言ってくれてね、まあ私も嬉しかったなーっていうふうに思ってる次第でございます。ですから、こちらね、フォローしていただけたら私もね、嬉しいかなーというふうに感じれますのでね、ぜひともぜひともよろしくお願いします。で、一番はメンタルマネージャーということでございますね。はい。で、あとは、2番目が、まあ、ソウルマンでございますので、もしよろしければね、フォローを、まあ、していただければね、嬉しいかなというふうに思いますので、お願いいたします。やっぱりね、これね、フォロワー様がね、いると、うん、やっぱり、情報をね、いろんな意味で発信していこうって、思うんですよ、やっぱり。だから、今この中で見るとね、まあ、モーシンさんが当然ダントツで多いんですけど、筋肉マンもね、一応ね、74名様、うん、フォロワー様がいらっしゃいますから、これね、本人も言ってたんですけど、いや、なんで増えたのかがよくわかんないと。だけれども、ここが例えば200名とか300名さ、例えば、1000名様とかになったらね、うん、なんか、多分、筋肉マンも、いろいろほら、筋トレしまくったりとか、車をね、趣味でやっぱりこう、持ってますから、そういった情報をね、発信したりとか、うん、できるかなと思いますし、もしかしたら私が、出てくるかもしれませんので、ここはね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。ぜひともね、フォローのほどお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ごめんなさいね。ちょっと冒頭の、昨日のね、ちょっと振り返りということで、なかなかいろんな喋りたいことがね、たくさんあったんで、また、あちら、メンタルマネージャーとね、まあ、生配信じゃなくて、オールナイトビットマン。うん。ここを、まあ、当然撮っていくわけでございますけども、まあ、3月、4月あたりにね、ライブでやるかどうかはわかりませんけども、普通のオールナイトビットマンね、やろうかなと思ってますので、その時にね、また、うん、話をしていきたいなというふうに、メンタルマネージャーが実際どう思ったのかっていうのもあると思いますから、そこも含めてね、いろいろ話をしていきたいなというふうに思っておりますので、ここはね、楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。で、ごめんなさい、ライブ私、ビットマン TV のね、生配信あるじゃないですか。あそこに関しても、もうせっかくね、もう今回を機に、シルエット出したんで、まあ、ちょっとこう出してもね、いいかなっていうふうには思ってるんですよ、実際問題。だから、ビットマン TV のね、オールナイトビットマンの生配信の方は、そういった意味で言うと、結構絵持ちをね、ができるような形にはなるかなって、今まではほら、何かしらわかんないライトをずっと映してただけなんで、それよりもね、ちょっと楽しめるような形に、やっぱり動きがあった方がいいかなと思いますので、ここはね、そこも含めていろいろ考えていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひともね、今後ともビットマン TV 並びにまだメンタルマネージャー出てきてませんもんね。ですからここが皆様が多分気になるところかなというふうには思っておりますので、メンタルマネージャー自身はね、全然出てもいいって感じなんですよ。昨日出ようとしたんですよ。本人も。だけれども、ほら、
ね、私とモーシンさんの話をやっぱりこう切るとまずいと思ったんで、本人もねやっぱ気使って出なかったんですよ。ですから、ここはね、私のオールナイトビットマンの方でもメンタルマネージャー、出ていただいてもいいかなというふうに思っておりますので、その時はね、ぜひともぜひともいじり倒してください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本当にね、昨日のね本当にコメントね、読み上げられなかったのがね、ちょっとそこがね、私もちょっとこうね、残念というか、まあしょうがなかったですよね。モーシンさんとのこう対談というか、まあご挨拶がてらの話だったんで、なかなかコメントまではね、行き届かなかった。ここはちょっとこうね、申し訳ないことしたなって本当に思ったわけでございます。本当にね、申し訳なかったでございます。次はね、うまく、皆様のコメントを読み上げてね、行こうかなというふうに思っておりますので、モーシンさんと二人でね、よろしくお願いします。本当にね、やからかよ草みたいな感じでね、言ってくださった方もいらっしゃいましたし、お前かというね、思った方もいらっしゃるかなというふうに思いますけれども、まあ、ぜひとも見ていない方はね、ご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。どんな言葉でも受け入れますので、ここはよろしくお願いいたします。決してごめんなさいね、何でも言いません、怪しいものではございませんから。はい、初めての出しということだったんで、ちょっとああいう風な形で薄暗い感じでね、したような状態になっておりますけど、怪しいものではございませんので、ここはねよろしくお願いいたします。はい、ごめんなさいごめんなさい。じゃあ行きましょう。普段のかなりね冒頭が長かったわけでございますけども、今日の内容なんでございますけれども、重要ニュースがね5つ、ございます。昨日ねなかなかできなかったんで、5つちょっとボリューミーな形で仕上げていこうかなと。で、あとはごめんなさい、あちらこれ言いましたね、タブレットが iPad mini ですよ。あれを頼んで、3月の17、来週の木曜日あたりに届く流れになりますから、来週の後半ないしは再来週の頭ぐらいにはね、ちょっと調整できるように調整をして、そこでの配信になりますから、重要ニュースも、大きい大画面でね見れるような形になりますので、こちらもね合わせてよろしくお願いいたします。ちょっとまだねちっちゃいかなというふうに思いますので、あらかた私がねすべてを読み上げるような形になりますので、ここはねよろしくお願いします。では行きましょう。はい、まずはお一つ目でございます。これはね、前にね、開こうかなと思ってたんですけども、なかなか開かずじまいで、ちょっと飛ばしたニュースでございますから、行きましょう。未来の働き方、メタバース系です。はい。モーシンさんは NFT をね、こうなんか、作っていくっていうか、こう、なんかこう、プロジェクトとして、進めてるらしいんです。NFT 関係を。で、私、ビットマン TV は、まあ、NFT というよりも、一応メタバースの方をね、ちょっとやりたいなと思ってますので、やっぱりここは気になるところでございます。あ、で、一つね、ごめんなさい、また話がちょっとこう、途中なんですけど、モーシンさんの、先ほど言いましたね、NFT ですよ。なんかね、私はほら、ね、私の視聴者様から、言ってるじゃないですか、ビットマン TV が。皆様に向けて、もしね、案内してほしい NFT あるんであれば、私しますよ。推しと方また来てましたよね。で、ごめんなさい、しますから、ごめんなさい、します。で、そのね、流れをやってたじゃないですか。視聴者様がね、NFT を作ってる方が私に連絡をくれて。で、私がご案内してるんですけど、モーシンさん自体も、あれをだからね、実はね、そうやりたいというふうに言ってたんですよ。だから、モーシンさんほら、別に私のチャンネル毎日見てるわけじゃないので、あ、そういうことやってるんですね、って言ってて、結構気になってました。モーシンさんで。それでどうなんですか？だから、モーシンさんぐらい、登録者様がいる方が、例えば NFT をね、作っている方の場所をオープンシーとかでね、ご案内したら結構なね、反響があるんじゃないかなというふうに思いますし、私がね、また、ブサカワウサギさんですよね。あたりさんの、あの方の、今ちょっとごめんなさい、もう一回閉じますけれども、この後ろのシルエット、ブサカワウサギでございます。はい。これは、私のツイッターフォローしている中に、ツイッターの中にね、一回開きましょうか。このフォローしている中に、下に下ろしていくと、このあたりさんという方がいるんですよ。で、この方 NFT を作っている方で、このブサカワウサギ、はい、可愛いですよね。これを作っている方でございます。ですから、私がね、ご案内した後にね、結構こう、売れてね、ガーッとちょっと伸びていったということを、まあ、あたりさんからも言っていただきまして、だから、モーシンさんもね、本当にそういったことをやりたいらしいんですよ、NFT。だから、作っている方、もしね、良ければ、こう、モーシンさんと、そういった NFT 絡みのね、例えばこう、連絡を取り合ってみるとか、例えばね、悩んでいることをちょっと相談してみるとか、もしかしたら、相談乗ってくれるかもしれませんし、だから、まあ、モーシンさんにね、案内していただけるような形になれば、もっともっとね、成長していくんじゃないかなというふうに思いますので、ここはね、一つね、一行してみてもいいんじゃないかなというふうには思ってる次第でございます。まあ、先ほども言いましたね、モーシンさん自身は、NFT をね、ちょっとこうね、話を進めていきたいなというふうに思っているらしいでございますので、でも、私、ビットマン TV は、メタクラブをね、いよいよ始動させていきたいなというふうに思っておる次第でございますので、ここはよろしくお願いします。で、行きましょう。はい。メタバースに、はい、いろんなね、ところが、オフィスを開設する、という、まあ、流れになってます。で、その企業を、一応このニュースの方でというところで見ていきましょうか。いきます。Google 検索でメタバースというキーワードへの関心がね、今急落してると落ちているんです。これは NFT と共に落ちているらしいですね。これはしょうがないと思いますよ。だって、やっぱりこうね、新しく出てきたというか、まあ、昔からはあったんですけど、特に、いわゆる再注目されたんですよ。メタバース空間って実はね。で、その流れの中でやっぱり一過性のものっていうのも一つある。過熱感が増してきたっていうのもあるんですけど、やっぱり興味がね、どんなもんなんだろうって興味が出てきて、そういうね、ちょっとこう、
まあ、ある意味ミーハーな方々がちょっとこう離れていって、またコアな方が残る。でまたメタバースという空間がね、話題に上ってぐっと上がってきて、またコアな方が残るで、それでどん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 、コアな方、コアファン、言っちゃうとコアファンですよね、その方々の人数がガーッと増えていくんじゃないかなと思いますので、市場が出来上がってくるっていうのは多分そういうことだと思いますから、今このね検索数関心っていうのが急落している、落ちているっていうのはこれね致し方ないと思いますので、別にいいんじゃないかなと思いますよ。で行きましょう行きましょう。しかし、古代広告が薄れつつあるとはいえ、企業は依然としてね、仮想世界に足を踏み入れることに強い意欲をねやっぱり持っているようだと。で3月だけでも海外顧客とのオンラインミーティングや社内イノベーションの拠点、そしてユーザーとのソーシャルコミュニケーションの強化に利用されるメタバースオフィスの建設をね開始、はい、またはいいですか、その計画を明らかにした企業があるということでございますね。で私たちはその初期段階をね目撃しておりまして、メタバースオフィスは仕事の未来なのかもしれないと。でそこで最近のメタバースに参入した企業ね見ていきましょうということですね。イベント会社アトム、ムンバイを拠点とする、だからこういったところちょっと覚えておけば、何かしらのね稼げる情報がもしかしたらまたまた出てくるかもしれませんからね、一つこういった企業はねチェックしてみてもいいかもしれませんよ。行きましょうか。イベント会社アトム、ムンバイを拠点とするイベント会社アトムはこのほどメタバースオフィスを建設設立したと。で、同社はディセントラランドのデジタルスペースを購入いたしまして、はい、バーチャルオフィスを海外の顧客の方にねアプローチする新しい方法として利用する予定であると。でまた将来的にはメタバースのイベントにも利用をしますということですね。でアトムのクリエイティブ責任者である、この方はいいですか、今回のオフィスの狙いは、はい、同社のグローバルな事業展開と若い世代への対応だとインタビューで語っていると。で今育っている若い世代は完全に自然に感じるだろうというふうにね、語っていると。だから私のね息子とかも今小学校1年生ですよね、下の子は幼稚園生なんですけども、だからねそういった年代の方々が本当に20歳とかね、いわゆる成人を迎える頃にはこのメタバース空間というのは一つね、まあ産業として成り立っている可能性、これは当然ありますから、あと十何年後でしょ、そういったところを含めてやっぱり今出発もうスタートしたばっかり、去年です、ほぼ去年でしょ、だからまだまだスタートしたばっかりなんで、やっぱりこういったね、本当に新しい世界が生まれつつある流れをね本当に目の当たりにしてるなっていうのはね思いますよ。だからやっぱこうね、有名なところは、今から企業としては入っていこうとやっぱしてるんでございましょうね。個人の方の関心は薄れているけどということでございますよ。これはおそらくね。行きましょう。次、はい、次は取引所クーコインですね。ここは結構前にも、ニュースに上げたかなと思います。クーコインはブロックトピア、デジタルスペース、ブロックトピアっていうのは21階建てのビル、これ21っていうのはビットコインが総発行枚数が2100万枚でしょ。だからそこに、なぞらえて21階建てのビルをっていう風な形で作ってるらしいんですよ。ですから街というよりもビルの中でいわゆるいろんなフロアを徘徊していくみたいなことでございましたね。で、画像はかなりリアルでございます。でブロックトピアデジタルスペースをベースにしたオフィスをね立ち上げたと。でプレスリリースで同社が立ち上げた、クーコインメタオフィスは、はい、訪問者に没入型のメタバース体験を提供し、インタラクティブなソーシャルコミュニケーションにアクセスすることを目的としていますと。で、ジョニー CEO はこのマイルストーンはメタバースとブロックチェーンにね採用をもたらすのに役立つと述べているということですね。でクーコインはメタバースとブロックチェーン技術の応用シナリオを模索していると劉氏は述べたということでございます。だから今とにかく企業もまずは入るだけって感じ、そっからのいわゆるレベルアップをどうやってしていこうかまだまだ大企業ですら模索していますから、ここはだから個人で入る方っていうのは相当な早い段階で入るかなというふうに思いますのでね、そういった意味も含めてある意味先行投資として土地を購入したりとかしてもね本当にいいかなと思いますよ。実際問題ね。で行きましょう。はい、建築の設計事務所、ビャルケインゲルス、はい、こう初めて聞きました、というところ、著名な、建築設計事務所ビャルケはメディア企業バイスメディアのクリエイティブエージェンシーである、バーチューフューチャーズと共同で、ディセントラランドにある新しいメタバースオフィスを設計したと。で、このね、バイスバースですかね、オフィスと名付けられたこのデジタル空間は、バイスメディアの従業員の拠点となる予定であるということですね。でバーチューフューチャーズの幹部であるモルテン、氏はインタビューの中でこのオフィスを実験的な遊び場と表現、グルバック氏によると、はい、ですからこのモルテン氏によるとこのオフィスではノンファンジブルトークン、まあ、NFT ですよね、そして、自立分散型組織 Web3 などの実験がねできるそうだということですね。で最後、サイアムショーギン子会社 SCB ということですね。タイのサイアム商業銀行のベンチャー子会社である SCB は、はい、ザ・サンドボックスを拠点とするバーチャルオフィスを立ち上げる計画を明らかにしたと。で発表によるとこのオフィスは2022年後半にね開設をされまして、世界のビルダーコミュニティとつながるために利用される予定であると。
で、このデジタルオフィスではコミュニティとのつながりのほか、イベントへの参加、あとは製品のデモンストレーション、ユニークな造形の環境などを見学できるようになるということですね。ですから、まあ今ここに載っている企業はね、まあ4つでございます。まあまあ多分ごく一部だと思いますから、そういったところを含めてね、うん、いろんなところがね、やっぱりこう参入してくるような流れに当然今後も当然なると思いますので、やっぱり注目をね、しておくべき業界なんじゃないかなというふうにはね、私ビットマン TV 思っておりますから、ここはよろしくお願いします。ですから今下火になっている、うん、ですからそのメタバース空間系の通貨がやっぱり安くはなっていると思いますので、そういったところを含めて、今後の投資目的としてね、購入してみてもやっぱり面白いんじゃないかなというふうに思いますので、そこね、アンテナをちょっと張り巡らすのはいいかなというふうには思ってる次第でございます。で、行きましょう行きましょう。次はこちら。バイナンスさんがね、カテナの新規上場発表。うん、で、なんでこれ取り上げたかって言いますと、結構前にね、あちら、私のビットマン TV のね、補助戦艦、パイナポー TV の方だったかな。でも、カテナをね、持っている方が、なんかいるみたいなことを結構話で上げてましたもんね、多分ね。だから、その時に、うん、カテナ、今は別にその金額が上がってないんですけども、やっぱり、バイナンスさんにね、上場するっていうのは、これまあ、時期的なものがね、やっぱり大きく関わっているのかなと、仮想通貨がね、大盛り上がりをしている時にこのニュースが上がってくれば、多分、ムーンしたと思うんですけども、やっぱり今そこまでね、破壊力がないということなんですけど、やっぱり上場したということはね、良かったなと思って、一応ね、ニュースに、うん、として、共有しましょうよというところでよろしくお願いします。行きましょう。カテナが新規上場、うん、大手取引所のバイナンスが11日銘柄の新規上場を、ね、発表したと。で、対象となる銘柄はカテナで、はい、日本時間11日、うん、11日昨日ですよねの、夜の8時半、うん、より取引を開始でございます。で、出金は12日の8時半から、だから本日の夜8時半から可能になると。で、提供する通貨ペアはこの4つということでございますので、まあちょっとね、こう本当に良かったなと。で、一応読んでおきましょうか。カテナはパクトと、私ね、ごめんなさい、持ってないんですよ。一応持ってないという状況。うん。パクトというスマートコントラクト言語を利用する高いスループット POW、プルーフオブワーク系のブロックチェーンで、うん。2019年にメインネットがね、ローンチをされましたと。で、マイニングのエネルギー問題を解決するために、うん。チェインウェブという仕組みを採用。チェインウェブでは、秒速1万トランザクションまで拡張することが可能だということで、一つね、まあ、このカテナという通貨がバイナンスにね、上場いたしましたので、本当にね、お持ちである方は、まあ、価格にあまり影響ないんですけども、一旦もね、おめでとうございますということで、よかったよかったというふうに思ってる次第でございます。はい。で、次3つ目行きましょう。はい。ドバイ絡みのね、ニュースが上がってきておりますよ。行きまーす。ドバイが暗号通貨セクター、監督当局を設立するということで、ニュースが出てきております。行きますよ。ドバイの、ドバイ首長国連邦、首国は、暗号通貨セクターを規制するための最初の法律をね、採用いたしまして、暗号通貨と関連するサービスプロバイダーを監督するための専用の規制当局、バラでいいんですかね、バラを水曜日設立したと。で、ドバイの首長であるムハンマド氏はツイッターで、目標はいいですか、やっぱここは重要でしょうね、仮想資産の未来をグローバルに設計する上でのキープレイヤーとして UAE とドバイの地位を確立することと述べたということですね。で、ドバイを含む、7つの首長国からなるアラブ首長国連邦の副大統領兼首相を務めるマクトム氏がね、UAE に先立ち、はい、自身が首相を務めるドバイで UAE に先んじて、監督当局を設立した形となるということでございますね。で、この法律はいいですか、暗号通貨を規制する最初の法律として採用されまして、うん、マクトム氏はいいですか、私たちは規制、ライセンス及びガバナンスの観点から世界で最高のビジネス環境の開発を監督する独立した機関をね、設立したと説明をしたと。で、バラは暗号通貨とトークンの取引と発行を監督する任務を負い、また、暗号通貨サービスプロバイダーの承認と規制もね、担当しますと。で、さらに、受益者の個人データに関する対するね、最高水準の保護を確保する必要があると定められ、価格操作を防ぐために取引をね、監視するということですね。で、この法律により、暗号通貨と法定通貨との交換及び暗号通貨間の交換を提供する暗号通貨プラットフォームはバラの承認を受ける必要がありまして、規制の対象となり、はい、暗号通貨カストディアンもまた規制対象となるということですね。で、新たな法律は国営の金融フリーゾーン、DIFC を除くドバイ国内全域で有効となり、 DIFC の規制当局であるドバイ金融サービス局、うん、DFSA は、独自の暗号通貨規制に取り組んでいますよという、まあ、最後ちょっとね、話が、うん、いろいろごちゃっとねこうなっているわけでございますけども、まあ、一応ドバイが暗号通貨のまあ監督当局を設立して、まあ中心、言っちゃうと中心地に、ね、なってきた。そのためにやっぱりこうね、うん、当然野放しだとまずいからっていうことを言っているんでしょうね。野放しだとまずいからやっぱりちゃんと監督するところが必要だろうというところで、こういったところを作って、まあ、ある意味世界のね、多分ね、リードする国にやっぱりなっていきたいなと思ってると思いますよ、当然。うん、ですから、それぞれの国がこの新しい市場、仮想通貨、暗号
通貨暗号資産市場をやっぱり牽引したいというふうにね思っているかなとやっぱり私はねやっぱり思いますので、そういったところも含めてね、国々のいろいろね重要なニュースとかがやっぱり今年来年向けて、まあ最近もねほらバイデン大統領がアメリカの方で、あちらですよね署名をしたということで、ですから暗号通貨暗号資産に関してちょっと結構寛大な、気持ちで取り組んでいくような流れをね、こう作っていこうとしているのかなというふうに思いますが、そういったところも含めてやっぱりこうある意味覇権争いをねしているような水面下では思いますので、ね、ここは一つねニュースとしては、注目しておいてもいいんじゃないかなと。ドバイという国でございますね。よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。次はこちら四つ目でございますね。行きまーす。ここは一つね、注目したい方も多いんじゃないかなと。元素騎士、オンラインが、総額1万ドルの、ロンドプライベートセールの権利獲得に向けた、キャンペーンを開催しますよ、ということで、ニュースに上がってきておりましたから、ここ共有しましょうよ。気になる方はね、ぜひとも、ご自身で見てみてください、ということでね、お願い。一応読んでおきましょうかね。元素騎士オンラインは、日本のね、3DMMO タイトル。はい。エレメンタルキングスオンラインがライセンス元となって開発された作品。最近だから、あと、元素騎士で MV という通貨トークン、これが、ですよね、MV トークンでしたかね。あれが元素騎士系のトークンだったかなというふうに思いますけども、一応読んでおきましょうか。元素騎士オンラインは台湾で2012年にね、これゲームオブザイヤー金賞を受賞。おお。で、延べ800万人が遊んだ元素騎士オンラインの新作として、今回ね、この 3DMMO という技術で構成されるメタバース仮想空間上に NFT と、ゲームファイの、要素を取り組んだ、サービスで、取り込んだサービスで、ブロックチェーン技術で新しいファンタジー世界、経済圏の構築を目指していますと。で、いきますよ。エレメンタルキングス、ごめんなさい、エレメンタルナイツですね。ごめんなさい。ナイツオンラインは、キングじゃない、ナイツです。ごめんなさい。ナイツオンラインは、日本国産のオンラインゲームとして、はい、フューチャーフォンですか?で、サービスが開始されて以降、Google Pay、App Store、Nintendo Switch、PlayStation 4など、様々なプラットフォームにね、展開をしながら13年以上の、信頼と実績を重ねていますと。で、元素騎士オンラインは2021年、はい、12月2日ウェブサイト及び各種 SNS をリリースしてから数々のレコードをね、打ち立てていると。で、コミュニティもリリースから20日間で10万人を超えまして、現時点ではコミュニティメンバーは23万人に増えていると。で、トラストパッドでローンチした際に、はい、トラストパッド史上最速で20秒で完売という記録や、世界最大級のね、取引所バイビットで行ったローンチプールでは、史上最高の6万5千人の参加者と、合計220億円以上のステーキングがね、行われたということですね。で、またまあこれはね、だから先ほど言った MV トークンだと思います。はい。で、またポリゴン上に構築された1000以上のすべてのプロジェクトの中でね、最もホールドしているユーザーが多いプロジェクトで2位になっているぞ。で、元素騎士オンラインへの大きな期待が伺えますよ、ということですね。で、元素騎士オンラインと他社プロジェクトとの提携について行きましょう。世界が注目する NFT プロジェクトの一つである、ソウルズでいいんですかね、と、2022年2月25日に提携を発表。あ、だから最近ですよね、最近。で、直近ではゲームファイの代表的なプロジェクトの一つである、アーベ・ゴッチでいいんですかね、とも提携を発表したと。で、元素騎士オンラインのライセンス元のエレメンタルオンラインでは、世界で誇る日本の IP とも提携をしている実績があり、もともと持っているコネクションを活かして、今後もね、たくさんの IP や事業主、NFT プロジェクトとの提携を予定をしていますと。で、元素騎士オンラインにはすでにね、UGC、はい、これはユーザー、ジェネラ、ティッドコンテンツでいいんですかね、と呼ばれる機能がありまして、ユーザーが自分で装備やキャラクター、マップ、武器、アイテム、モーションなどを生成してメタバースに投入できますということですね。で、 UGC ツールはゲーム内に自分だけのねマップを作ることができまして、 NPC やモンスターをマップの好きな場所に、配置できるようになると。まあ自分で好きなようにだからゲームを作ることができるということですね。で、提携企業は 3DMMO、RPG を一から構築する必要がなく、元素騎士と、提携することで理想のね世界やゲームを元素騎士オンラインの中に作り出せるのだということですね。で、提携先がそれらを実現するには、元素騎士オンラインのランドをね、まあいわゆる土地ですよ、土地を元素騎士のトークンならこれが MV で購入する必要がある、で、元素騎士オンラインのトークン MV が大きく上昇した要因というふうに載っておりますけども、ここも読んでいきましょうよ。元素騎士オンラインは2022年にリリースされたすべてのゲームファイプロジェクトの中でね、最も投資家がリターンを得れたプロジェクトになっていると。で、2022年1月27日に世界最大級の取引所バイビットへ上場し、
上場の初値が 0.02 ドルのところ、0.6 ドルまで上昇した。まあ、いわゆる30倍上がったということですね。で、その10日後には、すごいですよね、これね、最高値である1.66ドル。うん、だから、何倍 ?80 倍までいっちゃったということでいいんですかね。80倍までいっちゃいましたよというところで、上昇しまして、上場初値の、83倍の値段がついたということですね。で、MV が上昇した結果には、いくつかの要因があると。うん、すでに13年の運営実績がある、エレメンタルナイツが、はい、元のプロジェクトのため、開発に大きな資金をね、必要とせず、資金調達の必要がなかったということですね。で、そのため、安いバリエーションで、大口の投資家を一切入れずに進められたというのは大きいと。で、最初の段階でベンチャーキャピタルや、大口投資家がトークンを握ってしまうと確かにそうですよね。後々、大きな売り圧力を生み出してしまうと。で、先ほど述べたように、ポリゴンチェーンに構築されている、すべてのプロジェクトの中で、ポリゴンの次に最もね、トークンをホールドしている投資家が多く、それは減速しオンラインへの期待の表れだということですね。で、現在、減速しオンラインでは、MV を預けるとゲーム内通貨ロンドがもらえるステーキングを実施しておりまして、うん、ロンドを入手するために、MV をステーキングする方がね、また増えてると、ステーキングすれば、まあ、当然またこれ売りやつにはなりませんからね、いい形で仕上がってくるんじゃないかと。で、ロンドについての、と、今後の方針、ここは読んでおきましょう。本プロジェクトへ、たくさんのね、方が、大きな期待を寄せているため、2022年8月を目標に、今年の8月、うん、減速しオンラインにおけるゲーム内マネーであり、また仮想通貨取引所で交換可能なロンドトークンを、複数のね、中央集権型の仮想通貨取引所への上場を目指していくことを発表したと。で、ロンドは減速しオンラインプロジェクトの中で、メタバースを構成するためですね、主にゲーム内で使う通貨の名称だということですね。で、ロンドを所有すると、様々なゲーム内アイテム、うん、ベース武器や、防具を購入したり、特定の条件でしか、うん、参加できないモードやイベント、クエストへの参加料、そしてベース装備の強化や鍛錬、そして UGC マップへの入場料などに使用することになると。だからロンドはこのゲームの中でいろいろ使える通貨、 MV は土地を買うために必要な通貨として認識しておいてもいいのかなって感じがしますよね。で、つまりロンドを持つことでゲームを有利に進められると。で、ロンドは減速しプレイヤーにとって必要不可欠なトークンとなり、需要が高まるのが予想されますということですね。だからこのロンドを持っておれば、うん、今後ね、当然ゲームが盛り上がってきた時に当然価格がね、やっぱり上がってくる可能性がありますよねというところでございましょう。で、ロンドの最大の特徴として仮想通貨取引所で交換できるためリアルな仮想通貨になると。で、そしてこのね、ロンドはゲームの冒険やモンスターを倒して得たアイテムをゲーム内で売却することで、うん、プレイトゥアーンが成立し、ロンドを得れるということでございますね。つまり本ゲームを正しくプレイすることによってゲームを通してお金を稼ぐことが可能になるだろうと。だからロンドを稼いで、行けば、まあ言っちゃうと稼げるよということでございますね。で、MV トークンとはということですね。まあ、ここもやっぱり、うん、見ておきましょうよ。減速しオンラインプロジェクト。MV トークンは主にゲームの外で使う通貨の名称。はいはい。で、MV を所有することで、ゲーム内外において様々な権利、特典を有することができると。で、MV をステーキングすることで、ゲーム内で利用できるロンドが得られる機能や、ランド、うん、ランド NFT、だから土地ですよね。とか、ゲーム内装備 NFT、ゲーム内アイテム NFT などの各種 NFT での、優待権利などが提供される予定であると。で、現段階ではロンドの入手方法は、MV を購入してステーキングするしか得る方法がないですよ、ということですね。で、ロンドはメタバースにね、ユーザーが増え、はい、企業が参加することによって、使用される量が増えていくと。で、今後も需要が拡大する可能性が高いということですね。で、懸念される、点としては、ゲーム内通貨であるロンドが上昇することで、うん、ゲームが遊びづらくなる可能性もあるため、ほう、ああ、そうですよね。だから、遊ぶにはロンドが必要だけど、そのロンドが高いっていうのは、まあ、遊びづらくなるっていうことでございましょうね。運営メンバーとしてバランスを保ち、ロンドの価値をね、維持できるように設計しなければならないと。で、だから、あんまり上がりすぎても上がられすぎても困るっていうところでございましょう、これはね。で、それもありまして、主に、ゲーム内サービスの経済を回すために、ミニロンドというゲーム内コインの構想を発表したと。で、ロンドは、ゲーム内で使われるミニロンドと相互変換ができるトークンとなると。で、変換の際、取引所でのロンドの相場をね、元に、レートを変動させる仕組みを導入しますよということですね。だから、ある日は例えば1ロンドで、100ミニロンド買えるけれども、ある日は1ロンドで、例えば200ミニロンド買えますみたいな感じで変動していくということでございましょうね。レートを見て、だからロンド自体の価格が上がっても別にミニロンドはそこに合わせてレートを変えていけばいいだけというところでございましょうから、あまり、まあ気にならないというかね、そういったところをしていこうとしてるんでございましょうね。ミニロンドということですよ。で、この仕組みによってミニロンドはゲーム内における価格がね、一定のステーブルコインとして扱われることになり、プレイヤーの方はロンドの相場をね、考えずとも快適にゲームと向き合えるようになるということです。だからロンドの価格が上がっていってもミニロンドは ある程度一定を保つということですから、これはいいですよね。本当にね、いいものでしょうということでね、お見受けできますよ。で、行きましょう。
で、今この話題になっているロンド、総額1万ドルのロンドホワイトキャンペーンを発表ということで、参加したい方はここで見ていただければなと。3月14日からロンドの総額1万ドルホワイトリストキャンペーンを予定する予定、ホワイトリストキャンペーンをする予定だと。で、タスクをこなした方は抽選100名が1人最大100ドルまでロンドをね、購入できる権利がもらえると。で、ロンドを入手するには MV をステーキングするしか方法がなく、はい、人気が高まるとステーキングによりね、得られるロンドの数が減少するため希少性が高く、この機会に応募してロンドを獲得してほしいということなんで、まあね、欲しい方はこのね、元素騎士オンラインをネットで調べていただければ多分リンク出てくると思いますので、ここはね要注目で、お願いいたします。ちょっとごめんなさいね、長かったでございますけども、元素騎士注目している方はね、やっぱりこうちょっと見どころのあるニュースだったんじゃないかなというところで、意識をしておいてください。はい、で、今日の最後の重要ニュースいきましょう。はい、今日の最後はこちら、まあ短めでございますよ。アメリカの SEC ニューヨークデジタル、ニューヨーク NYDIG とグローバル X のスポット型ビットコイン ETF を非承認ということですね。現物の ETF がまたまた非承認されましたよということで、一応ニュースに上がってきておりましたから、共有しておきましょう。いきますよ。 SEC は昨年数回のね、決定延期をした後、ニューヨークデジタルインベストメントグループ NYDIGとグローバル X によるスポット型ビットコインの上場投資信託 ETF をね、まあ、拒否したということですね。はい、で、10日の発表によると SEC は、このね、ニューヨークデジタルインベストメントグループとグローバル X の、ビットコイン ETF をそれぞれ拒否していると。で、 SEC は取引所法で定める不正で操作的な行為と慣行を防止するよう設計する点や、投資家と公共の利益を保護するよう設計する点がやっぱりまだね満たされていないと述べていると。まだまだですよということですよね。で、NYDIG、ニューヨークデジタルとグローバル X はそれぞれ2021年6月と8月に、ビットコイン ETF を SEC に申請したと。で、SEC はこの申請をね、承認か非承認かを検討するために長い審査期間を設定していた。しかし、現物のね、ビットコイン ETF は、ウィズダムツリーやバンエッグからの申請についても SEC は拒否している。今回も同様の結果となったということでございます。で、アメリカの規制当局は、現物型のビットコイン ETF をね、まだ承認はしていないが、ビットコイン先物にリンクした ETF は、これはね、去年ですよね。先物の ETF は、承認がされて、より多くのね、成功を収めていますと。で、2021年8月以降、バルキリーやプロシェアーズ、バンエッグからの、ビットコイン先物 ETF は、まあ、承認はされていますけど、現物はまだということで、ここは一つね、やっぱり仮想通貨業界の中における超絶ビッグニュースだと思います。これは現物 ETF が、やっぱりね、承認をされるということは、ものすごく大きなところかなというふうに思いますので、ここはね、やっぱりこう、引き続き要注目しておくべきかな。ただ、やっぱりどうでしょうね、今年も来年も、まあ、もしかしたら難しいかも。やっぱり、規制が、ルール整備がちゃんとされた上での話ですから、だから、その第一歩が今踏めたのかなという感じでしょ。バイデン大統領が、まあ、いわゆる署名をね、今回言う、ちょっとこう、受け入れ体制に入るような形の、流れの中で、こう、署名をしていったということなんで、一つね、一歩前進はしていったんじゃないかなというふうに思いますので、そういった意味でも国としてね、規制、ルール整備がされて、そこからやっぱり SEC もちゃんと投資家保護、というところをしっかりしていますよね、っていうのが、徐々にね、こう、認知されてきてからの、いよいよ、現物の ETF を表にバーンとね、承認出していこうとなったら、これはビットコインの次なるステージへの一歩だと確実に思います。はい。ビットコイン、仮想通貨業界のネクストステージの一歩目が、やっぱりこのね、アメリカでの現物 ETF の承認っていうのは間違いなく大きなものでございましょうから、ある意味逆説的に言うと、その現物 ETF が承認される、いつされるのっていう話ですよ、今。だから、されるかされないかじゃなくて、多分ね、いつされるのっていうところでございましょうから、承認されるまでっていうのは、やっぱりそういった意味で言うと、先行者的なイメージを持っててもやっぱいいんじゃないかなと。そこから、だって、現物 ETF がとうとうアメリカで承認されたってなったら、それはある意味、ね、わかりますよね。安心感をお墨付きで与えているようなもんでしょ？投資しても大丈夫ですよっていう、安心感のお墨付きを与えているようなもんでございましょうから、そうなると一気にね、今まで、ちょっとまだわかんないなっていう風に考えていた投資家の方々が、やっぱり買うはずなんですよね。これ、そうでしょうということで、そうなったらね、やっぱり金額もブワーッと上がってきます。そこまでがやっぱりある意味先行者的な考えでいくならば、勝負かなというふうに思いますので、ね、ここは一つね、意識をしておくべきかなというところで、よろしくお願いいたします。はい、ごめんなさいね。今日は、ちょっとね、重要ニュース関係が多くなりましたので、ちょっとね、ごめんなさい。チャート分析をここから入れようかなと思ったんですけども、ちょっと今日、第1部の配信は重要ニュースだけで、ごめんなさい。終わっていこうかなと思いますので、すいません。申し訳ございませんね。ちょっとこれ以上やると多分ね、1時間半余裕で超えちゃうような形になりますので、チャート分析に関しては第2部の方でね、行こうかなと。
重要ニュース第一部でやってますから、あんまり例えば土日はね、あの重要ニュース関係上がってきてないような状況にな、上がってこないような状況になりますので、第二部はね、あちらチャート分析をちょっと普通にやっていこうかなというふうに思いますので、ちょっとごめんなさい、あまりにも長くなりすぎるとあれなので、一旦ここでね、第1部の配信は以上とさせていただきます。申し訳ございません、本当によろしくお願いいたします。はい、で第2部、の方でチャート分析をねやっていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、皆様本日の土曜日の第1部の配信、ちょっと冒頭部分もね、やっぱり昨日初めての生モーシンさんとね、コラボのインスタライブということで、ちょっとね、いろいろ皆様に、話したいこともたくさんありましたので、本当にね、ちょっと冒頭部分が長くなってしまったわけでございますけども、本当にそこはね、ご了承ください。よろしくお願いいたします。はい。そして、第2部の方で、チャート分析いたしますので、よろしくお願いいたします。そして、冒頭で言いましたように、インスタグラム。はい。私も一応ね、作って、おります、アカウントで、モーシンさんのね、方もフォローしていただければ嬉しいですし、私がまた出てくる可能性当然これございますので、ここもね、合わせてよろしくお願いします。そして、あとは、筋肉マンでございますね。こちらのインスタグラムをね、フォローしていただければ、私も嬉しいけど、いきなり増えてきたんだけど、どういうことなんだっていうふうにね、多分彼はなるかなというふうに思いますので、ここはね、ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。はい、それでは本日の第1部の配信、以上としましょう。第2部の配信は今日の夜の、9時、10時ぐらいでしょうかね、に配信をしていきたいなというふうに思っておりますので、それまで楽しみにお待ちください。それでは、本日の第1部、終了いたしたいと思います。